は武田さんが本当に全部指導して作っていったら50はいかないんですか。50のポテンシャルがあると。先日の試合、先発のマウンドには竹虎。この日はストレートが一味違いました。まずは先頭バッター、初球ストレートで空振り。2球目、ここもストレートで空振り。これが133キロ。3球目、最後もストレートで3球三振。球速は134キロ。とはいえ、まあ、サードから見ててもいつもより威力を感じる。続くバッターにも134キロのストレート。これだけストレートが走っていると変化球も非常に効果的。その後も最速135キロを計測するなど、ストレートの平均球速が約133キロでした。この1週間前の試合は空振りを取ったボールが128キロ、最速のボールも131キロと、先ほどの試合よりはちょっと遅めです。ストレートの平均球速は約130キロと3キロほどの違いが、マックスではなく平均球速が上がっているのがより威力を感じさせたのかもしれません。しかしたった1週間で何があったのか。竹虎君、はい、この間の試合いつもよりストレートは良かったなって。ちょっと走ってはいましたね、はい、あの日は。なんか1週間前と全然違ったなと思ったんだけど、ね、なんかあったんですか。コントロールも良かったし、筑波行った時にあの白川さんがいて、でその時にちょっといろいろ教わったんですけど、まあ、あれからちょっといい感覚があったの。これまで数々の NPB 選手、学生を指導してきたのがこちらの白川さん。以前も特産 TV で出力アップの指導を披露してくださいましたが、今回竹虎が指導を受けたとのこと。最初の投げ方が、下がった状態のまま前に進んでる。なので、そこから側屈を踏まれづらくなっちゃって、右肩が外回りしちゃったんですよね。はいはいはい。それを今、左側のこの肋骨が上がった状態で、その肋骨が上がった状態で、この前屈筋、外屈筋、内屈筋っていう、こういうラインが踏まれたんですよ。はい。そうです。逆のラインの右の前屈筋、外屈筋、内屈筋で、こういう回転に切り替えたんで、竹虎さん自身は勢いを出してなくても、はい、体幹がちゃんと出力を出す状態になってるんで、軽く投げてもコントロールができるって状態になってます。思いっきり投げるというラインをなってしまう。使うとこ正しいようにガッと使う。使ってくれば投げるじゃないですか。地面の反力が入って、体幹の勢いが入って、自然と右の肩甲骨が加速距離の速さを変えてさ。ビフォーとアフタースローでご覧ください。ここグラブの位置に注目。先ほどの指導にあったラインを意識したことでグラブの位置がやや高くなり、体も少し傾いている。そこから側屈が効いて右肩甲骨を前に持っていくことができている。フィニッシュも躍動感を感じるフォームに。さらに出力が上がると指先の使い方も変わるらしく。あーね、そう、いい感じ。あとやっぱ抜けますね、まだ。そうですね、なんかまだ抑えきれてない。こういう指を、はい、一回開けます。開いて自分で指を長くしたいんで、はい、この間をこう押しちゃっていいですか。おー、え、押して、あ、そうやって長くするんだ、痛い。そう押して痛い。そうそう、あとはその長くした指をあとは戻す。本当は指先だとここが一直線になるように投げたいですね、はい、こう背屈して逃げるようにこう押さえつけて。30の当初はこうでもいけるけど、そうです、抑えなんか今度できるんですけど、はい、こうやんないともう40分です。えー、で50になったらさらに爪先をこうなんですよ。
パクみたいな、はい、ってやると抑えきくんですよ。ドアー抜けた、やっぱ抜けますね。もうちょっといくよ、うん、抜けちゃった、抜けますね。あーそうだね、そう、おーナイスボール、そう、叩き、そうそう、いい感じで、いいっすよ。あと欲出すといえば両経験でもちょっとより痛い、あ、こうですね、そうですよ、めっちゃ痛い、痛いんだ。肋骨と肩甲骨にやっぱ間作らないと両肩筋が働かないんです。肋骨と肩甲骨、はい、浮いてる状態なんです、はい、なんでそれはこうなってくると動きづらいんですよ、うん、浮くから動くんですよ、はい、でそれを浮かせます。あ、こうじゃなくてそうそうこう、そうです、ちょっと離す。こんなような指導を受け試合で出力が上がっていたんですね。うわ今のやばい。自分は竹倉さんが本当に、はい、全部指導して作っていったら50はいかんなんですよ。50のポテンシャルがあると。そうです、50はいけるはずです。自分が見てる NPB 選手の方にやっぱ似てるんで、はい、でその方もやっぱもう55とかいってるんで、はい、やっぱそれに似てるんですよ。へえ。出るはずなんですよ。あの日はあの指導全部の内容を実践するのはちょっと厳しかった。試合でね、そう、公式戦で何やったかって言ったら、うん、あの白川さんが言ってたこっちまでちゃんと持ってくるっていうのを今まであんまりできてなかったんで、そこだけやってもこっちは一旦無視して、なんか腕で投げるっていうよりもここをこうぶつけていくっていう感覚が生まれて、コントロールしやすいし出力も出てくれたみたいな。で、あとはまあ、あの100日チャレンジってやってましたけど、やってた ね、 ね、仕事ある中で、まあ、隙間を見つけてトレーニングしてましたけど、100日ではまあ出なかったと、140は、はい、ただ体がねすごい強くなって、うん、体大きくなったり使い方分かったりして、そのトレーニングしてたおかげで今回の白川さんの指導で、うん、たまったというか、そうっすね、相まったみたいな、ま、そのベースがないとまず実践できないので、それもやってきてよかったなとは思いましたね。でも白川さん150キロ出るって言ってましたけど、言ってましたね白川さんね。で出るってことでいいですか。一旦仕事も全て金繰り捨てて、やったら150キロ挑戦できる資格はあるんじゃないですか。150キロ出ますよ高田さんって言ってましたけど、それってちなみに仕事全部やめて、あの全部あの注力したらですよねとか聞いたら、あ、そうですって言ってて、いや簡単に言わないでください平川さん。プロ野球選手になる、そうそうそう、プロ野球選手になったら150キロ出る、うん、出るんじゃないかな、まあ、まず慣れないしな、うん、今後も竹虎の成長をぜひ温かく見守ってください。